ノブワイルドは日本の競争は主な勝ち倉は2018年2019年のオーバルスプリント。ロックバンドチューブのボーカル、前田信テルがオーナーであったことでも知られる。1歳児の2013年、北海道サマーセールで525万円で、国母里市長教師が前田の名義で本場を落札した。国母はものすごくやんちゃで、体を自由に ぴょんぴょん暴れてるのが、すごく、印象に残って、まだあの年だと、自分の足がどこにあるのかを把握しないで暴れてる子は、たくさんいるけれど、ワイルドは、ちゃんとわかって安茶してるなっていうのがありましたね、と、セールでのノブワイルドを振り返っている。なお、その後の牧場での動きが良かったことから、国母は、自身の所属する浦和競馬場への入級ではなく、中央デビューをおすすめ、美保。 畑山義弘9社に入球した。7月5日の函館二歳新馬でデビュー。一番人気に支持されるが7着に終わる。自走未勝利戦でダート1000メートルで2着以下に1秒4差をつける。大差で逃げ切り、初勝利を挙げる。昇級戦の山坊師匠は400メートル距離を延長し6着。続く、 置き去りスショーは2着に抗争するが、2歳500万下は12着と惨敗し、さらにレース後には膝を骨折。引退も考えるほどであったが、ワイルドを競り落とした国母は、負傷箇所を、これは成長過程でよくある骨折だったんで、大丈夫だろうと思った上で、前田に僕に預けてほしいと訴えた。そのため、このレースを最後に国母級舎に手もやして、 現役を続けることになった。3歳になり、8ヶ月ぶりの長期休養明けとなった浦和での遺跡初戦、j r a との指定交流競争マルチヒーロー特別を逃げ切り、遺跡初勝利を挙げる。自走、重傷の黒子を逆に出走し、逃げるもバテてしまい、最下位の16着。その後は三戦、連続一番人気となるも、6着、4着、6着に終わる。 10番人気と評価を落としたスプリングタイム賞で2着に入ると、三崎特別を勝利。その後、2連勝を果たす。しかし、骨折が見つかり長期離脱をする。1年3ヶ月ぶりとなった復帰戦は11着。さらに再び骨折が見つかり、5ヶ月ぶりとなったレースは13着。5歳は、この2戦で終える。年が明け、マルチフレンド特別、プリムローズ賞を連勝し、 交流重賞の先玉杯に出走、7着となる。自走、デイリー分割杯は2着、プラチナカップを4着とし、続く長月と区別を2.5秒差の大差で勝利する。自走、オーバルスプリントは花を奪うと後続に差を広げて、直線を向くと最後は、オーケンビリーブの差し足を3、4馬身振り切ってゴール。初重賞勝利が、交流重賞となった。その後は、 京都で行われた JBC スプリントに挑戦するが、最下位に敗れる。富士のウェーブ記念は最下位となり、2戦連続シンガリとなる。自走、川崎スパーキングスプリントを3着とし、奈良市のキラッとスプリントに出走。先行争いを制するとアピアを2馬身ン1に振り切って優勝。続く、プラチナカップでも花を切ると断然人気の、北山三日月に2馬身ン1。 2差をつけ1着。重賞連勝を飾った。なお、安状の橋本直也にとっては、これが、重賞初勝利であった。自創は、連覇を狙い、オーバルスプリントに出走。ここでも逃げると、ワイドファラを、山人アンプリ目を相手に一番新反差をつけ、連覇を達成。重賞3連勝とした。自創は得意の地元。 浦和で行われた JBC スプリントを選択3番人気で5着に敗れる。続くゴールドカップはブルドッグボスに花かはされ2着となる。中1周で挑んだ船橋記念はキャンドルグラスに半場審査の2着、タバより 2kg 重い金量で挑んだ神田川オープンは6着に敗れる。続く先玉杯は3着に入ると、 SI に格上げされた、鳴らしのキラッとスプリントは、3から4コーナー中間で花を奪い、そのままゴールまで押し切り、集団前から猛追した、キャンドルグラス半馬審査振り切って優勝した。自走、3連覇に挑んだ、オーバルスプリントは3コーナーで交わされ3着。大井で開催された JBC スプリントは、ブービーの15着と惨敗。自走、ゴールドカップは3着となる。 引退レースとなった船橋記念は花を切るも、最後の直線で馬体に故障を生じて、競争中止。過去に大偉い人などが、予後不良に追い込まれた、左前急接完全脱臼と診断されたが、野田トレーニングセンターにて再度検査を受けたところ、骨や人体への損傷はなく、一命を取り留めた。1月15日で登録を抹消し、引退、1月21日に、 北海道ニーカップ町の白馬牧場に移り、今後は同牧場で種ボ馬となる。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com,keiba.go.jp に基づく。ありがとうございます。